本作は四季の草花や菌鳥類を描いて春夏秋冬の景を表した四季花鳥図と呼ばれるものです。雨石には老鳥に鶴、梅の花に賞金、水辺に面高を配して春と夏を表現しています。左石には水辺の鴨や石霊、白菊に白鷺に、竹林に雪をかずく有様を配して秋と冬を表しています。その中央には静かな水景を配し、遠方の木立と雪山を望みます。鶴や鷺の体は筆数少なく、輪郭線や外熊で表し、根元を省略した松の葉は粗い筆致で描かれています。水墨主体のそうそうとした趣の中、面高や菊などの一部に施された彩色が控えめながら効果的に画面を引き締めています。描法は伝統的な水墨画の技法を用いながらも効果的に彩色を用いています。水墨画とは墨一色を基調としたいわゆる墨絵で、これに単彩を施す場合もある東洋絵画の様式です。雪舟が日本的様式を大成しました。さらに加納正信に始まる加納派が大和絵の伝統を取り入れ、安土桃山時代から江戸時代に至る障壁画の成立に寄与しております。背景には金泥を配した画面構成によって画面に華やかさと奥行きを持たせています。金泥とは金箔を細かく練りつぶし、溶かした煮皮などと共に練ることで、小さくちぎれて微粉末状になったものを指します。さらには、伝統的な吉祥画や題材を大きく取り入れるなどの、正信・元信親子によって確立された、加納派の特徴が顕著に表れている作品です。作者は、画中の印象から加納源也の作品と言われています。現存する源也の作品は極めて少なく、画風が定まっていません。故に、大作である本作品は極めて貴重なのです。この作品と似た作例としては、海宝祐生の作品が挙げられます。祐生は加納派に絵画を学んだとされていますが、残念ながらその前半生の画業は明らかにはなっておりません。また、加納源也の出自も明らかでなく、画譜の類を紐解いても、本朝画誌などに短い記載しか残っていません。永徳4年の頃、画事を指南し、元信晩年の弟子、または加納昌永の門にも学ぶという。筆法は永徳に似て、大河を良くするとあります。本作品は、江戸時代後期の80年間の長きにわたり、山形城主であった秋元家に伝来し、山形市漆山の豪農である半沢久次郎が拝領したものと伝えられています。数少ない山形城に関わる資料としても大変貴重なものであります。